はい、どうもみなさん、こんにちは、ゼッコです。それでは今回なんですけども、ワイモエルの新料金プランに変更してみた、変更時の注意点や、実際の変更方法について解説ということで、今回はワイモバイルについてですね、この動画では、ワイモバイルの新プランに変更する手続きや、まあ、それについての注意点などを、僕が実際の作業を交えながらですね、お伝えしていこうと思います。まあ、現在、ワイモバイルを利用されている方の参考になれればと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう。ということで、今回の本題に入る前に、先日ですね、こちら、ワイモバイルの新プラン、こんな人におすすめっていう動画を出してますので、ぜひこちらを見ていただいたら、今からの内容が結構スッと入ってくるのかなと思います。ちなみになんですけども、今回その2月の18日から始まるワイモバイルの新料金プランに関しては、まあ、自宅がソフトバンク光であったりとか、ソフトバンクエアに加入されている方、もしくは、ご家族の方がワイモバイルを利用されている方であれば、おすすめということを前回の動画でお伝えをしました。ちなみに僕はソフトバンク光を自宅に引いてるので、今回はワイモバイルの新料金プランに、まあ、最適かなと思うので変更しようと思います。で、今回ですね、お伝えする動画の内容が大きく分けて3つに分かれております。上から順にお伝えしていくんですが、まずはプラン変更時の注意点ということで、ちょっとですね、これ公式ページが分かりやすかったので見ていただきたいと思います。こちらがですね、料金プラン変更についての注意点ということで、結構簡潔に書いております。料金プラン変更時の注意点を教えてくださいということで、アンサーとして、料金プランは手数料や回数制限がなく、いつでも変更ができますと。で、変更内容によっては、各種割引の減額や解除などもあるためご注意くださいということで、まあ、ここら辺がまあ本当にポイントかなというふうに思うんですが、まあ、このやり取りの中で、料金プランを変更したいけど、どこでできますかということで、料金プラン変更はマイボワイルでできますと。で、料金プランを変更した場合、契約内容で注意することありますかということで、シンプル SML、スマホベーシックプラン、スマホプランをご契約中の場合、変更内容によって各種割引の減額や解除などもあるためご注意くださいということですね。で、今お伝えしたこのシンプル SM プランとか、スマホベーシックプラン、そしてスマホプランというふうに、まあ、それぞれ該当するところがご自身で出てくるかなと思います。で、僕が今回該当するのはここですね。スマホベーシックプランから SML プランに変更する場合ということで、このシンプル SML っていうのが新しいプランとなります。で、ここをクリックしたらですね、こういった画面が出てくるんですけども、スマホベーシックプランからシンプル SML に変更する場合の注意点を以下をご確認くださいということで、まあ、ここに出てる、まあ、シェアプランっていうのは僕はあまり関係ないかなと思います。で、ここですね、おうち割光セットに関しては割引額が増額しますと。で、結構ここに該当する方もちらほらいるのかなと思うんですけども、データ増量無料キャンペーン2ということ、2ということですね、プランに合わせて引き継がれますということで、まあ、データ増量無料キャンペーンっていうのが、だいたいワイモエルを契約した時に入ってる方がほとんど多いのかなと思うんですけども、初めてこの増量オプション申し込んだら月額500円かかるんですけども、1年間無料で利用できるんですよね。ですけども、それはプランに合わせて引き継がれますっていう風になってますんで、まあ、該当される方も中にはいらっしゃるのかなと思います。なので今回僕が該当するのはこのおうち割光セットですね。これに当てはまるということになります。ここまでがプラン変更時の注意点ということで、まず作業を行う前にこれをまず見た上で変更される方が一番いいかなと思います。で、そこから早速ですね、実際にプランの変更をやってみたいと思うんですけども、まあ、先ほどね、注意書きにもあったように、プラン変更する場合はワイモバイルの店舗に行ったりとか、その際は来店予約をしていただく必要があるんですけども、他にもワイモバイルのマイページマイワイモバイルにて手続きをしたりとか、あと151に連絡して変更の手続きっていう手段があります。まあ、今回はね、変更についてのお伝えをしてるんですけども、もちろん旧プランのまま利用しても問題ないので、このままでいいっていう人は特に変更する必要はございません。で、早速僕は今回ですね、マイワイモバイルにて手続きをやってみましたんで、画面を見ていただければと思うんですけども、まずはマイワイモバイルの画面に入っていただきましたら、ここにですね、メニューっていう項目が出てきます。で、タップしたらいろんなメニューが出てくるんですけども、ここにですね、契約オプション管理という項目があるので、ここをタップしてください。そしたらご契約内容の確認ということで、いろいろまたここまでメニューが出てくるんですけども、タップしていただくのはここの料金プラン変更というところをタップします。そしたら料金プラン変更の画面が出てきます。で、今現在僕はスマホベーシックプラン M、 月々 13GB で、1回10分以内の国内通話であれば無料で電話することができます。で、月々ね、今現在3680円で使えるという感じですね。で、それを今回いろいろ出てる中で、ここのシンプル M のプランに切り替えます。月々 18GB、 国内通話が30秒あたり20円かかるプランということですね。それが一応 5G に対応してる、かつ2980円で使うことができるということになります。で、それを選んで少し画面を下に下がっていただくと、通話オプションの画面が出てくるんですが、ここにも出てる通り3種類あります。例えば、まあ、これまで通りの誰とでも定額1分10分以内の国内通話無料をつけたい場合はプラス700円を払えば、これまで通り10分以内の国内通話が無料で利用することができます。で、あとは時間
間とか関係なくて電話かけ放題したい場合、24時間いつでも国内通話無料のオプションつけたい場合は1700円の料金かかるんですけども、これでつけることができます。ですけども僕は今回ですね、僕の生活スタイル的にそんなに電話をすることがほんと少なかったので、変更しない、申し込まないをタップしました。まあ理由としては、楽天モバイルをサブ端末として使ってるんですけども、その楽天リンクを使って電話を利用することがあるので、まあ今現在は必要ないかなということで、今回は申し込まないを選択しました。でしっかりとチェックマークが入ったら、画面を下に下がっていただいて、ここの右下の変更内容を確認するというところをタップします。そしたらですね、大切なお知らせということでいろいろ出てくるんですけども、しっかりとここにも出ておりますね。シンプル SML は通話重量制ですということで、通話オプションに加入しない場合は国内通話30秒あたり20円かかりますということですので、まあ先ほどもお伝えしたように、僕は今現在モバイルで電話をすることがほとんど少ないので、今回はつけず30秒に20円かかるっていうような状況となります。でこれに問題なければ変更続けるをタップします。そしたら確認画面みたいなのが出てくるので、契約中と変更はこんな風になりますよと、このスマホベーシックプラン M からシンプル M に変わると、すごいですよね。月々が 13GB だったのが 18GB に上がってる、プラス料金が安くなってるっていうね、ちょっと独特な感じですよね。で適用される日程として、来月2021年の3月1日から適用されるみたいです。で確認画面の下の方に下がって、同意するにチェックを入れて、で申し込みをタップしたら、これで無事にですね、変更の申し込みを受け付けいたしましたということで、で実際に変更されてるかどうかですね、手続きできてるかどうか確認することができるんですけども、一応ショートメールも届くんですが、この My Y モバイルの画面のホームから、ここにですね、契約確認変更というところがあるので、ここをタップします。そしたらですね、変更受付済みということで、今やった手続きってのがしっかりと反映がされております。これで安心ですね。以上が2つ目の実際にプラン変更についてお伝えをさせていただきました。で最後3つ目、 iPhone 12 mini 発売されるがということで、これどういったことかと言いますと、ちょっとこちらはですね、実際の画面を見ていただいた方が早いです。まあ、ちょっと前ぐらいに発表があったんですけども、 Y モバイルの 5G 対応のスマートフォンとして、なんと iPhone 12が対応するようになりまして、なおかつね、 Y モバイルで販売されるということも発表がありました。この iPhone 12と iPhone 12 mini ということなんですけども、まあ大体ね、話が読めてくるかなと思うんですが、今現在 Y モバイルにて iPhone 12と iPhone 12 mini の予約を今開始しております。で実際に料金がどんな風になるのかっていう風に見たんですけども、まあここですね、機種代金ということで iPhone 12ということなんですが、まあこういった携帯会社さんあるあるなんですけども、僕はちょっとそんなに詳しくないんですが、例えばこの 64GB ということで、オンラインストアで割引適用後販売価格が 92,880円っていうことなんですよね。覚えておいてください、 92,880円なんですけども、それがこの今現在 Apple Storeで売られてる、販売されてる額いくらか見たときに、 iPhone 12を購入する際に同じ 64GB でこう設定をして、でその実際の金額なんですけども 85,800円なんですよね。やっぱりこういったところで購入すると若干割高になるっぽいですよね。一応ね、こういった風に分割は月々できるみたいなんですけども、もし購入される際はやっぱりこういった Apple Store で一括とかで購入された方がちょっとお得かなと。個人的にあまり分割はね、ちょっとおすすめはしないんですけども、まあ一応 Apple は Apple で Apple ローンも組めるみたいなので、 iPhone 12購入検討されてる方は普通に Apple Store で購入する方がちょっとお得なのかなというふうに個人的に思いました。もし間違ってたらご指摘ください。でもしですね、 Y モバイルの利用を検討されてる方いらっしゃいましたら、これ前回の Y モバイルの動画でも紹介をさせていただいたんですが、もうポイントサイト経由で契約された方がちょっとお得かなと思いまして、今回紹介させていただくのが前回と同様のモッピーというポイントサイトですね。でポイントサイトってたくさんあるんですけども、僕がね普段から利用してるこのドコトクっていうサイトがあるんですが、そのどのポイントサイトがリアルタイムでお得かどうかというのを確認することができます。で確認方法めちゃくちゃ簡単なんですけども、ここに Y モバイルっていう風に入力をしていただいて、どこ得っていうところをタップしたら検索をかけることができます。でこちら見ていただいたらわかるように、2021年の僕の場合2月の19日の11時39分現在の場合、モッピーというポイントサイトが一番今6300円相当で一番高いんですよね。で実際のそのモッピーの画面からどんな風に Y モバイルにたどり着くかというと、これがモッピーのトップページで、ここの虫眼鏡のマークをタップしていただきます。そうすると検索のバーがここに出てくるので、この中に Y モバイルっていう風に入力をしていただいて、検索をかけていただきます。そしたらですね、検索の一覧が出てきまして、ここに Y モバイルオンラインっていう風に出てくるので、ここをタップしてください。
そしたら Y モバイルのオンラインストアについての情報がいろいろ出てくるんですけども、いろいろ条件はあるんですが、該当の回線契約後1ヶ月以内の開通確認完了することで、6300円相当のポイントをもらうことができます。これはモッピーのポイントがもらうことができまして、一応6300円相当なんですけども、他のポイントであったりとか、現金にも交換することができます。結構でかいですよね、6300円って。この6300円をもらうためのポイント獲得条件っていうのはいろいろ出てるので、ここはもし利用する際にチェックをしてください。ちなみにですね、この6300円っていうのは、リアルタイムで結構変わってたりする場合もあったりするので、ほんと1週間後とか2週間後とか1ヶ月後とかには、ポイントが違ってたりとか、もしくはこの Y モバイル自体の案件がなくなってたりする場合もあるかもしれないので、そこだけ気をつけてください。で、それを了承した上で、そのポイントゲットというところですね、タップしたら、ここで Y モバイルのオンラインストアに切り替わるので、ここで普通に手続きをすれば、条件を満たしてれば、ポイントがもらえるという流れになります。まあそんなこんなで今回は Y モバイルの新料金プランに変更してみたということについてとそれについての注意点について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ今回はね、手続きを行って実際に3月の1日から始まるということだったので僕の場合は。だったので、まあとりあえず料金が安くなるプラス僕があまり電話をどれだけするのかっていうのね、まあ、お試しの期間に僕的には入るのかなと思います。ぶっちゃけね、僕の前に電話する友達がいないっていうのがあるんですけども、まあ今は基本的に LINE の通話とかがね主流となってきてるんで、まあ、本当ねそっちの方が便利になりつつありますもんね。まあぜひですね、今現在 Y モバイル契約されてる方はこのプランに変更しましたよとか、やっぱり Y モバイルは使いませんとか、まあいろんな意見があると思うので、ぜひコメント欄にそちらも書いていただければなと思います。一応ですね、先ほどお伝えしたポイントサイトモッピーの登録がまだの方いらっしゃいましたら、一応概要欄にこちらもリンク貼っておきますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。